じゃあお願いします。もう海の中の生態系全部悪影響。いるいる、これ多くないですか。やばい、毒があるので気をつけなきゃならないんですよ。トゲが長いものはもう20センチ30センチあるので。加藤チャンネル、加藤ちゃん、始めます。今日はこの糸島で海の、ね、環境を、ね、悪化させている磯焼け、全国で問題になってますよね。その様子も確認をします。どんな現状なんでしょうね。見ていきます。糸島は福岡県の一番西の方に位置してますね。玄界灘、ね、荒々しい玄界灘が広がっているんですが、豊富な魚介類ですっごい有名なんです。うわー、すごい。ほらほら、人生初めてです、牡蠣の上で牡蠣を食う。今日お世話になる阿部さんです。よろしくお願いします。お願いします。素潜り歴はもう何年ほどで。いや4年です。4年、はい、プロフェッショナル阿部さんです。お願いします。さあ、この辺りでアワビとかサザエなんかも減りましたね。減りましたか。やっぱりね、磯焼けの原因かもしれませんね。磯焼けしてしまうと、まずは海藻なくなるじゃないですか。生き物たちが隠れたり住む場所がなくなるんですね。で、その海藻を食べている生き物ももちろんいなくなりますから、サザエなんかもいなくなりますから、もう海の中の生態系全部悪影響。出しますね。はい、3人飛んでいきますよ。あれ、島が見えてきましたね。あそこ人住んでるんですか。無人島。昔はあそこまで歩いて行けてたんです。え、潮を引いた時にですか。そのところから勝ち渡しって言って歩いて行けてたんです。すごいな、無人島。じゃあちょっと私がカメラ回しますので。うわ、やばいな、これ昔は海藻もある程度あったんですか。そうです、赤目とかすごかったんですけど、赤目がなくなってですね、メバルとかが全く出ないので。そうなんですね。メバルはやっぱ消えちゃうんですね、海藻なくなるとね。兄さん、あ、いるいる。いる。やばい。それでも分かりますよ、ね、うん、分かる分かる。すごいすごい。こいつはこれがガンガゼです。ガンガゼ。うわー、ほら、これ多くないですか。これがね、増えてもね、いいことないんですよ。ガンガゼがどんどん増えていくと磯焼けを起こしますよね。もちろん海藻を食べますから、そうなるとアワビとか、サザエの餌なくなってしまいますから、それらが育たなくなると。それはもう漁師さんにとっても非常に困ることですよね。だからガンガゼっていうのは本当に厄介な生き物でしかない。この棘の先に毒ありますね。体内に入るともうすごい腫れます。いわゆる普通のウニの棘は、毒ないじゃないですか。はい、ガンガゼは毒を持ってます。気をつけてください。すいません。お、かっこいい、かっこいい。これで取るってことですよね。そうです、かき出して取っていきたいと思います。
刺されたことあります？あります。痛かったですか？痛いです。どのくらい続きました？2日3日かかるんで。じゃあお願いします。はい、おいった、垂直に今スコーンと潜って、あ、今見つけたか探して、おお、取った取ったね、阿部さん、すごい、一瞬で一発で来ました。一発で来たー、来たー、さすがプロ、これがガンガゼです。これ取りましょうか。大丈夫かな。ガンガゼ、うわー、ほら、しかも見てください、この中央目玉みたいにオレンジ、取ります。ほらほらほら、うわー、ポロポロ落ちちゃった、ほらほらほら、うわー、ポロポロ落ちちゃった。これ針がポロポロ折れますよね。これが厄介ですよ、ポロポロ折れてますよね。ほら鋭い、これが刺さるとね、ポキッと折れるんですよ。それが体内に入りますからね、毒とともに。しかもポロポロ折れたら終わりかじゃないんですよ、新しいのがどんどん生えてきますから、気をつけてください。これは危ないよ、絶対悪役ですよね。ほら、海の真っ黒クロスケ。違う例えが。真っ黒クロスケだ。ねえ、ポリポリ、あ、色違いもいた、いた。ほら、こっち白い。ありがとうございます。うわあ、色違いもいた。これまだ小さいですけどね。ほら、うわあ、これ個体差ですね。個体変異ですね。うわあ、ガンガゼ、あ、これ動いた。これはひどいよ。いや、刺さると痛いよ。だからカメラも近づけられないんですよ、あんまり。ほら、うわ、こんなに？いっぱいいますよ。そんな動画えらい映ってると思います。あ、下にですか？おいしょ。これ大きい。大きい。うわー、ほら。これはね、怖いね。浅瀬にいるときね、子供たちがね、遊んで手出しちゃうと刺さっちゃいますからね、足刺さったり。あれ、ここは白いですね。はあ、バリエーションですね。いろんな色。こっちは、白っぽい。これ黒濃いですね。こっちはどっちかというとグリーン。カラーバリエーションが。だからいろんな環境に溶け込んでね。そう。これこれが厄介ですよ。ポロポロ折れてますよね。これ体の中に入っちゃうと、刺さった後取ろうとすると体の中でもポロポロね。うわー、またうわー、いた。あー、ありがとうございます。うわー、あ、これほらまだら模様、ほら、トゲが。それでうまく輪郭を隠しますからね、まだら模様は。一本のトゲに見せないためにシマ模様があるから、それも厄介なんですよ。じゃあちょっと私がカメラ回しますので、潜ってください。行った。ほら、カットうまい。今見つけたか探して、手を伸ばした。お、たった。どうですか、楽しい？楽しい。やっぱね、自分が撮るのも楽しいけど、撮ってる様子映せるのも面白いですね。いやー、上がった。はい、左側に潜ってもらっていいですね。左側に向かってもらうと、はい、かっこいい。
おー、いった、垂直に今スコーンと潜って、あ、結構深いですよ。おー、取った取った取ったね、阿部さん。いやー、すーごい来た。うわ、でかい。いただきます。わー、でかい。これ危ないな。一箇所パッと潜っただけでこんなにたくさん取れますからね。これは厄介ですよ。あれ、紫ウニいっぱいいるじゃないですか。すごい紫ウニが。このウニも海藻を食べますから、海藻はどんどんなくなって、海藻を好んでね、暮らすような魚たち消えますからね。ガンガゼの方が隠れてますかね。ちょっと体が奥の方に。ウニはもうね、ボテボテボテって。紫ウニ、ちょっと大きいのがあったけど立派。この体の大きさでトゲの長さね、5センチぐらいですよ。体一回り小さいのにトゲの長さ20センチ超えてますからね。この差、うん、全然違う。ガンガゼもウニの仲間ではあります。なので、この内臓ね、中身を、まあ、生殖腺ですね、食べることもできます。卵巣精巣ね。これ割っても大丈夫ですか。私ウニ好きだから。あれ、紫ウニ何にも入ってない。これはちょっともったいないですね。中本当はね、卵巣精巣ね、それぞれ発達して、ね、私たち食用になるんですけどね、餌がないですよね。ここにある、ほら、このこれ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 だ、これだ、この茶色っぽい こんだけ、うん、これ食べてみますよ。これが本来私たち食べてるウニですよ。ウニの部分なんですけどね。うん、ウニの味はします。ただ量が少ないね。ガンガゼも割ってみます。うん、あ、入ってる。すごい。うわうわ、入ってる。ガンガゼは右がちょっといいって言いますね。ちょっと取りますよ。本当だ。危ない。右がいい。トゲ気をつけてください。うん。うわすごい。うわうわ。ほら。あ、でも気をつけないとトゲが入ってる。ほら、これガンガゼ。綺麗ですよ。食べてみましょうか。わあ、うんうんうん。紫ウニの方が美味しいけども、ガンガゼもなんだろう。うん。ちょっと薄めの、まあ、上品な味はしますけどね。ウニの中でも、濃厚ではない、ね、さっぱりした感じの味です。あ、でも入ってるね。入ってますね。あ、入ってる。あれ、うわ、あ、でも入ってる入ってる。うん、ウニよりは多く身は入ってますね。全然違いますね。うんうん、こんだけ差があるんだ。でもなんでこっちのガンガゼには身があってこっちの紫ウニにはないですかね。どうなんですかね。それは食うものがもうちょい幅広いかもしれないですね。
危ない、これ食べようとしたらトゲ入ってるもんね。私ウニ好きだからもう一口もらおうかと思ったけど、あやっぱダメだ、ほらほら折れちゃうし、トゲが、それ分かりです、ね、でもね押すとね私の指に刺さっちゃうから、あーダメだ食べれないよ、ほらウニ食べたいのに食べれない、トゲが入ってるから、危険が伴うウニを口に入れるなかなかしないですよね。ガンカゼ自体は、在来種なんで、いて悪くない生き物なんですけども、増えてしまうと問題ですね、生態系のバランスがもうどんどん壊されてしまいますから、そして漁師さんたちを困らせる、そんな存在になっている、そんな現状が分かりました。丸っこくてトゲがあれば皆さんウニって分かるんですけどね、ただそれが、ね、一般的に食べられている食用のウニなのか、それともこのね毒を持つガンガゼなのか、しっかり、ね、見分けられるようになってください。